はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルと図形丸2をお送りします。で、前回からねベクトルと図形始まって、これで2本目です。で、今回もポイントはあるんですが、ポイントの中に問題はないです。で、下に問題が3問となっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね全部説明と感じた説明と問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの説明からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあポイントはね、さっきも言ったようにこう問題にはなってないんですが、これね実はすごく簡単なんです。でも簡単なんだけど、あえてポイントとして書きました。で、その理由がこの1行目です。1行目で、これ説明する前に下説明します。これは左辺が、まあ、SA ベクトルプラス TB ベクトルイコール S'A ベクトルプラス T'B ベクトル、まあ、文字は何でもいいです。こうなってる時、左辺と右辺 A ベクトルにくっついてる、まあ、係数って言い方はあれですけど、文字だ数字だねってのは一致しますよって。だからこことここ同じになりますよ。 B ベクトルにくっついてるものも同じになりますよ。これすごくイメージしやすくって、例えばこういう問題、先言っちゃうね。これ5 A ベクトルです。プラス SB ベクトル。こっち TA ベクトルのマイナス 2B ベクトルです。A にくっついてるもの同じなんで、つまり T は5なんです、これ。T こっちか。T は5。で、S マイナス2、B にくっついてるものも同じなので、S はマイナス2。これで終了だよっていう。こういう風にやっていいんだよっていう問題なの。いい、すごく簡単でしょ。でも、なんで取り上げたかっていうと、この一行がないと、それは使っちゃいけないってのを覚えてほしい、今回。で、何かっていうと、まず A ベクトルが0ベクトルでないこと。B ベクトルが0ベクトルでないこと。そしてもう一個。A ベクトルと B ベクトルが、これ、平行マークを切ってるので、平行じゃないっていう。この二つのベクトルが。この3つの条件が揃った時に使えるんです。で、なんでこんな強調するかっていうと、例えばこの1番、2番、3番。今回の問題とかはもうね、書いてあるからこうやって。なんか特に気にせず、あ、同じなんでしょ？ふーんって。全然構わない。ただ、次のね、ベクトルの図形、ベクトルと図形、丸三の動画、次の動画で1問だけ取り上げるんですけど、そことかで使うの。で、次の問題、まあね、またちょっとね、見てもらうまでわからないんですけど、そっちでは個人的には途中式を書かされる問題なの。次の動画のやつはね、で途中式を書かされる問題で、ここを抜くと良くて部分点、悪ければ×くらいます、先生によっては。だからこれが使えるのはこの条件の時なんだっていうのを今回押さえてください。もちろんね、この下の問題の解き方も知らなかった子はね覚えてほしいんですけど。で、ちょっと長くなりましたが、2番いくと、まあ、左辺にね、こうやって A ベクトル、まあ、こうとこうがあって、右辺が0ベクトルになってる。で、この時は、0ベクトル、イメージとして、もう 0A ベクトルプラス、まあ、0B ベクトルみたいなイメージでいるといい。両方とも0なの。だから、3S-5、ここも0だし、T も0なんです。でも T も0って言っちゃってるから、T は0でいいね。で、こっちは、3S-5、これが0。つまり 3s がマイナス5をね、右辺に持っていけば5になるので、両辺3で割って、こっちでいいか、3分の5ってね、これで終了です。で、最後ね、3番ちょっとめんどくさいですけど、まあ C ベクトルと D ベクトルがこうやって置いてあると、その時これが成り立つよって。で、左辺に関しては 5a ベクトルプラス 4b ベクトルになってるので、こっちがちょっとね、めんどくさい。で、これまず計算していきます。で、どう計算するかっていうと、c ベクトル、ここだね、のとこにこいつを代入して、d ベクトルのとこにこれを代入すればいい。だから、1行は書けるかな。まあ、これ途中式書かされないだろうからね、こんなしっかり書かなくてもいいですけど、右辺が s 倍の 2a ベクトルプラス 3b ベクトル、代入した感じだね。で、プラス t の d ベクトルだから a ベクトル足す 2b ベクトルと。
もう一行はいけないね。ダメだったね。で、まとめていくとですね、これ書けっかな。A ベクトルでくくりたいので、これ配るじゃん。2SA ベクトルなんだよ。こっち、プラス TA ベクトル。だから、まとめると、2S プラス T の A ベクトルになります。配った後に A でくくってる感じね。で、こっちも 3S、ね、3SB ベクトルとプラス 2TB ベクトルなんで、B ベクトルでくくると 3S プラス 2T の B ベクトルとなります。で、ちょっとね、だいぶ右に食い込んじゃったんですけど、で、どうするか。結局は、これ今右辺。この状態なので、こいつ、A ベクトルにくっついてるの5でしょ。だから、ここが5。ここが4になればいいっていう連立方程式を解いて最後終わりになります。なので、2S プラス T、これだね、イコール5と 3S プラス 2T イコール4だね。で、これ連立を解くと。で、まあ上を2倍すれば T 揃うので、ちょっと書けないから暗算でいいかな。暗算頑張って、待って。暗算でいいかなとか言ってけど、できんのかな。2倍して 2t でしょ。で、マイナスするから、s イコール、6か。いいかな ?s、6だね。s が6。で、6代入すると、12持ってきて、マイナス7だね。ちなみに一応、こっちにも入れると、18でマイナス14で、あ、大丈夫か、大丈夫か。超独り言みたいになっちゃいましたけど。これで、OK と。いう風になります。ギリギリだったかな。いいかな。これが、細かいけど、ここは綺麗だね。こうか。OK だね。ということなので、まあ、解き方に関しては、そこまでね、苦労はないかと思うんですが、ひとまず、これが使えるのは、A ベクトル、B ベクトル、まあ、そこにね、出てくるベクトルが0ベクトルじゃない、それぞれが。そして、その2つのベクトルが平行じゃないって、その条件が揃った時に使うことができるんだっていうのをね、ぜひ覚えておいてください。では、今回は高校数学数 B のベクトルと図形丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回の丸3でこのベクトルと図形というタイトルは一応終了になります。なので、さっきも言いましたけど、これを使った問題をね、1問取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。